見ろ、ショアラインが入り口を封鎖した。ご丁寧に足跡残してるわね。どこに行ったのかな。あったぞ。よし、いいぞ。それでショアラインはどこに行ったの。確かに出くわしてもいい頃だけど、まるでみんな消えちゃったみたい。まさかあいつら海賊の幽霊。ちょっと全然笑えないんだけど。うん、また足跡。こんにちは。足跡がドアの方に。くそ、反対から封鎖が。通り道にバリケードを置くってことは。何か見つけた。開けるの手伝って。うん。あ、まずい。しょうがないよ。
大丈夫？あいつら待ち伏せしてたのね。ああ。よし、ドアを開けよう。何隠したか拝見だ。よし、行くぞ、ほら。マジで？読んで。忠実なる仲間へ。太陽が栄光の楽園に沈むとき、我々はその富を守り抜くべし。裏切り者のテューは秘密を知っている。すぐに行動せよ。ダムを破壊しニューデボンを一掃し。なるほど。ほらね、私の宝を通路から船に移動せよ。テューとエイブリーは対立してた。そんなに驚くこと？いや、別に。ほら、これ。サンキュー。じゃあ、通路を探すか。足跡はここで途絶えてる。そんじゃ奴らはどこに？幽霊でしょ。探しましょう。サムのライターだ。落としたのかな。ああ、わざとね。ってことは近くに探し物があるってことだ。他に部屋の出口があるはず。エイブリーの通路ってのはそのことかも。スイッチはどこだ。もしかしてこれスイッチ？違う。ネイト。ええ、なんかあった？多分ね。うわ。誰かが先に解いてくれてた。どうやった？リバタリアがあるはずの場所に血のついた指紋があったから押したの。やるじゃん。手紙にはエイブリーが宝を船に移したって。ええ、宝はまだ島にあると思う。多分。ああ、もうどっちだっていいよ。ああ、こっちか。注意して。気をつけてね。エイブリーは洞窟も掘ってたってわけ。どこに続いてるんだろう。確かめに行く。今にも崩れそうな感じ。
崩れてる。見て、足跡。こっちに来たのかな。随分たくさんあるわね。ねえ、ゆっくり行きましょう。やっべ。いいぞ。何なの今の。多分ナディーンの部下だろう。すぐダイナマイト使いたがんだ。こんなとこで使うなんてバカなの。ああ、結構バカ。やっべ。予備の電池持ってきたの。ああ、うん。でも今は海の底。聞かなきゃよかった。だよな。うわ、待って待って。それ、かなりヤバそうな罠。ああ、だな。でもサムたちはここを通ったわけだし、ついていくしかないな。うん。ありえない。嘘でしょ。本当、このミシミシ言う音最悪なんだけど。足跡ないとこは踏まないようにと。何？とにかく今は爆発避けるので精一杯なの。これで一安心。ふう。エレナ、見ろ。足跡が消えた。きっと彼らが通った後に崩れたんじゃない？ねえ、これここからどかそう。ええ。別の道探そう。頼むよ、あともう少しだけ。くそ、頼むよ。ダメだ。ねえ、サムのライターは？そうだ、忘れてた。頼むよ。頼みますってば。そりゃそうだよな。船でアホみたいに吸いまくってたっけ。大丈夫、マッチ持ってきた。マジで？もちろん。ほら、ついた。ごめん。待って。いて、頭打った。おい、ねえ来て。あったく転んだ。いて、ちくしょう。こっちよ。サンキュー。さすが準備いい。もう慣れっこだもん。ほら、道探しましょう。これってロマンチックじゃない？ロマンチックの意味わかってるわけ？わかってるさ。これならいけそう。持ち上げる。うん。これ。いいか、行くぞ。オッケー。ほら来て。オッケー。サンキュー。気をつけて。気をつけて。うわ、何なのここ。なんか不気味。私から盗んだものを持って。うわ、エイブリーは正真正銘行かれちゃってるな。この場所嫌い。俺も
早く出よう。行き止まり。見て、なんなのあの気味悪いカゴは。さらし台。え？それさらし台っていうの。知ってたよ。あ、そう。なんだよ、知ったかぶっちゃって。さらしたいね。おい、あれ見え。平気？うん、平気。今の何？罠だ。マジで侵入者を追っ払いたかったみたいだな。足元注意。私？注意するのはそっち。ごめん、気をつける。なんだよ。あー、クソ。大丈夫だった？あー、とりあえずなんとか。俺は少し下がってようかな。やべ。大丈夫か？うん、うん、さっきの爆発の原因はこれってことだな。たくさん崩れてたのも納得だ。ねえネイト、近道見つけた。本当に近道なの？前向きに考えないと。うん、そうだな。ひどいな。エイブリーはここの飾り付けもしたのね。また人間の飾り。最悪、またミイラだ。爆発すんなよ、いいな。勘弁しよう。これ超血行に悪そう。大丈夫？大丈夫。あ、大丈夫。耳栓持ってくれ。よかった。声でかい？ネイト、気をつけて。エイブリーはエジプトマニアか。この人たちはなりたくてミイラになったんじゃないだろう。そんじゃ追跡再開と。足跡はこっちよ。戦闘準備 OK？ うん、私は OK。 何？今の皮肉？違う、落ち着いてよ。そっちこそ落ち着けよ。よそ見てもしてたんじゃないの？サムはいないみたいだ。見つかるわよ。ああ、まずい。エルナ、伏せろ。出てこい。バカ野郎、全部潰れたらどうすんだ。
危ねえ。爆弾に感謝するとはね。口答えした者たちの口。君はありゃしないな。ここには足跡がないが、やつらとは違う道に来たのね。あれ、元気？あら、繋がってるってこと？そうみたい。テューの手下対エイブリーの手下。失礼。どれどれ。鍵みたいね。その目も何？あ、そうだ。テューが手下に書いたんだ。鍵を使って出られる。よかった。うん、裏にシンボルが。鍵穴を探しましょう。うわ、最高。やべ。爆発すんの？どうだ？お前は？この人相当心配性だったのね。あー、やべ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 ！だあ！あったから、やめて。いい動き。どうも。うん、骸骨がぶら下がってる部屋よりは不気味じゃないかも。でも、やっぱり不気味。10点中3点ってとこ？うん、4点。4点も？ああ、かなり下ってるな。最悪、また罠みたい。ああ、目印の足跡もなし。手紙に書いてあるシンボルと同じだ。テューは罠の避け方を伝えようとした。
よし、ゴールだ。見たか、エイブリー。あそこから行けそうだ。うん、やだこれ、デューの手下の残り。ああ、だろうな。きっとエイブリーは見せしめが好きなんだろう。ミイラ爆弾を作るのも好きだったみたいね。ここは気をつけて歩こう。鍵穴と鍵。待って、罠かも。他に選択肢ないだろう。ああ、もう。でもうまくいく気がするな。どうぞ。分かった。ほらな。ほら、少なくとも吹っ飛ばなかった。あ、くそ、ナイフなんか持ってないよな。うん、だけどあの人の剣ねえ、手貸してくれる？